今週も8時になりましたので、いつも通り、配信始めたいと思います。よろしくお願いします。今週も、いつも通り21時過ぎ頃から、2大会式の細道、予定しております。それまでは、5時台の放送、2時台の様子を、放送いたします。そちらの方お楽しみください。今週もよろしくお願いいたします。
Thank you.
Oh!
Round 3, fight!
分はい。
Thank you.
You can!
はい、こんばんは。本日6月22日ということで、第80回、ついに80回目ですね。四季の細道、始めたいと思います。第1試合、1P がエスパーさん、2P側、瀬尾さんですね。エスパーさんは、1P 側、竜、2P 側、瀬尾さんはガイルと。さあ、開幕。まず人は瀬尾さんのダイル。あ、こんばんは、セロテープです。こんばんは。なんだかんだで80回そうですね、早いですね、もう。はい、おっと、ちょっと陣地はガイルが取っている。ソニック、ソニック、なかなかリュウが押し返すことができない。コメントいただいてます。 Hey guys、 はい、こんばんは。お、ダブ様抜けたが着地真空。そして最後はダブル様、カスあたりからの真空、カスあたりからのサマー、いろいろありましたね。いろいろありましたが、まさかの汗を。で打ち合って打ち合って、よく見ている。竜巻をしっかりガードした。しゃがんだんですね。竜巻で抜け落としているが、おっ、タイミングバッチリ。羽根に羽が見えた。出際に真空いきましたね。今はい、続いて竜巻の方、突然渡った。
出た。おっ、様真空。おー、最後は竜巻抜けた。エクスプラさん勝利。かける5以来ですかね。島本さん使うは当然本田。自分は先週深谷に遊びに行って、その時ちょっとお世話になったんですけれども。あ、そうですね、はい、深谷で大会やられてますね。明日は深谷では10カウント。あ、明日深谷なんでしたっけ。明日深谷で10カウントなんですよ。なるほど、その前夜祭に式を選んでいただいて、はい、そうですね、ありがたいです。お忙しいのにわざわざご来店ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、だが残念ながら相手は龍。本田の天敵ですからね。そうですね。波動拳が。さあどうする。さあ、おっとワンちゃん。大昇龍。今の大昇龍ちょっと安かったか。最後は真空踏んでしまう。難しいところですね。本田としてはそんなに強力な攻防もなくっていうところなんですよね。あれ、本田のコンボってもしかして飛び込みからの3段しかないのかな。本田のコンボって飛び込みからの3段以外ないんでしたっけ、もしかして。いや、いろいろあります。ありますか、はい。とっさに大昇龍にお釣り入れれるようなコンボとかあるんですかね。あ、いや、まあ大いちょうで投げちゃえば。そうですよね、ピオリーチなんで。あ、竜巻に引っかかって。あ、着地に竜巻引っかけた。スパ勝利。続いてクレジンさん。最近クレジンさんもメキメキやっている。開幕伸ばして昇竜でお互い空振り。お、竜巻が後ろから行った。着地投げ。誰しも相手にはむやみに波動拳打てないですからね。お、真空。あ、全部入った。ダメ端抜けたが竜巻に引っかかる。さあ、波動拳と押していきたいところだが、あまりにも打ちすぎるとやられてしまう。空振った。こういうところあれですね、しっかり待つダルシムですね。おっと燃えてしまう中ボス。どちら体力は分からないが時間もまだある。竜巻で最後は着地投げ。戻していく。パーさん竜巻多めなので、竜巻がきちんと対処できないと突き放題ゲージを貯められてやられてしまう。さあくぐって、お、すごいですね、昇竜拳と竜巻しかやってないですね。あっと投げられてしまう。さあちゃんと突き入っている。真空使わせて、さあ竜巻かけて、ドリル。時間がないが、昇竜空振りとかにちゃんとしっかりお釣り入れてればいいんですが、ふつき、やばい。さあ無理やりいっている。さあ最後ギリギリとどめを刺しておくべきだった。エクスパ勝利。続いてクッサンさんでよろしいですか。クッサンさん、はい、初ですかね。あ、旧池袋勢のクッサンさん。 C 今のオフレコです。オフレコです、すいません、はい、じゃダメ初参加のね方ですね、はい、DJ
先ほど結構エクスパーさんとやってらっしゃったかな。はい、なんかイラッとするって言ってました。そうですね、バンコク共通 DJ ではやってなかったので。あ、いや DJ 戦やってましたよ、うん、さあマシンガンつながらない。おっと前段ヒット、あー、シンクもらってしまう。シンクドンピシャ、しかし最後は飛びを許さない。足が刺さる。ちょっとね、ちょっと波動打ちたいけど、ね、我慢しなくちゃいけないところありますからね。ありますね。ちょっとじゃないですね、よく考えたら。割とまあ死にますからね。結構厳しいなっていうところで。さあ、スライディングで陣地をどこで飛ぶかっていうところですね。うまい、エアスラ昇竜重ねていく。追い詰めていたが逃げられてしまう。あ、先出して、さあ時間がないぞ。しかし真空がある、お互いにあるのか、お互いにあるが、さあ最後は勇気の中足。そうですね、スラと相打ちぐらいになったりするんじゃないですか、中足も。何が、あ、置いてあれば中足の勝ちだと思いますね。あ、勝っちゃうんですか。なるほど、先に置いておけば多分。あ、ファーストヒットはない感じか。エアスラ早いですね。あーっとスライディングにもらってしまう。思いのほか減ったですね。そうですね、本当地か、拾った、拾って、さあ今度は真空ないからしゃがみチューパー打ち放題か。そう、しかし龍もしゃがみチューパー打てますからね。さあファイヤー、あーっと顔面。さあ時間との兼ね合いだが、ここはエクスパワーグッサン DJ 我慢力打つんじゃないか。おーっ、打ったところは飛んでいた。グッサン DJ 勝利。さあ続いて山本さんですね。さあ初勝利のグッサンに入るのは山本さんのチュンリー。さあ開幕エアスラから下がり機構。さあ落として、おっ、浮き身取っていない。足まで詰めてチュンリーどうする。ゲージも立っているぞ。さあドンピシャ、今のは見てから、スライディング見てからですかね。かなりの反応。開幕垂直は許さず、さあマシンガンはやめてジャック。さあもう6割7割といったところ。ジャックで拾ってスパコン、飛んだら死んでいたといった感じ。あっという間に取り返して第3ラウンド。さあライン上げからの受け身。飛行剣で押し返す。ジャックで拾ってめくりからのコンボ。さあ先ほどと同じように、しかも結構減った、8ヒット。さあグッサン2連勝。はい、続け43、キャラは、おう、DJ、どうキャラ。ここ
ここで同キャラ DJ 同士ってあんま見ないっすね。どうなんでしょう。あっとピュッとしまう。難しい難しい。あ、お互いスライディング試合。お、日本選手はい、続いてデンさんですね。デンさん1キャラ目は何でしょうかね。はい、デンさんはベガ。ベガ、ベガ DJ もベガが厳しいって聞きますね。攻めどころが厳しいのか。投げ、あれですね、目がない、早いとこ貯めないと出す方法がないですからね。 DJ の通常技強いですからね。スライディングからのダブに、そのとこにバルはガードした。お、裏打ち、うまい。あっと、しかし最後踏ませられなかった。強いですね、ジャンプジャックパンチ。裏か表か、中足2回飛んでいく。お、スライディングにカニ、うまい。スライディングに突っ込んでしまう。ジャンプジャックパンチ、めくりからヤスラ、クツさん勝利。続いてウネさん、ウネさん、今日はテニスではないウネさんはガイル。ガイルはガイル DJ、 これあれですね、例の組み合わせですよね。お互い対応力が試されるという難しい組み合わせだと思います。ほんで、あー、最後はヤスラ。ソニックを踏んでしまう。お、長い位置、バイルの方がちょっと高かったですね、飛びが。
ソニック、ソニックとヤスラの打ち合いになって、おオーバーヘッド気味にサマーが決まる。あーしかしピヨってしまった。まだあるぞ、どっちだ。まだ時間はある。一発で決まるのか。あー潰されてしまう肘、続いてセロテープさんです。はい、続いてセロテープさん、はい、こんばんは、川島ランニエです。こんばんは、クッサン連勝中ですね。さあ、ザンギー DJ、とても楽しいカードです。これザンギー近づくの厳しいですよね。まあ近づくのは、まあ、難しいかな。まあ球をねうまく、まあ処理して、はいはい、余計なダメージ食らわなければ、まあ、じりじりとザンギがそかそかいけるんですね。ニョロニョロハメ的なのがあるんですね。そういえばそうですね、一度掴んでしまうと、あスライディングをですね、もう極力食らわないように食らわないように。 あれも今もスラ対空、はい、あれ膝で飛んでればスライディングには勝つ、勝つんですね、はい、膝で飛んでれば。なるほど、確かに DJスラ対空ちょっと使い気味になっちゃいますよね、絶対に。そうなんですよ、あの今の遠い前で今ジャンプダイパンで勝ちましたけど、あそこスライディングやられると負けちゃうんでね、はい、なるほど。スライディングに勝つには膝で飛ぶとスライディングを潰してさらに台足まで入ると。なるほど、で大きい攻めいく次と。しかしだいぶ近づかせてもらえない。いや球余計なところでね、いらない球打たないんでね、うまいっすよ。だいぶまずいぞ。さあ、ワンチャンスクリで死ぬぞ。あるのか。おあった、投げだった、通常投げなんと結構吸ったように見えたが通常投げ。弾いてパイルドライバーが出たそうです。なるほど、弾きパイル難しいですね、意外とね。なかなかできないです。どう弾いたのかが謎ですよ。おっ、あフラパワー。さあ、こっから行くのか。あ返された、食らってしまう、拾われて。しかし、安い。お、ザンギなの一発で。さあ、あの大パンね、強いんすよ。さあ、置き攻め、ミスった。あーっと、バニシーが止められてしまう。クッサン勝利で、続いてセボンさん、セボンさん、お願いします。専門くんはキャラ目なんでしょうか。キャラ目はお、ベガ、ベガ、ベガ DJ ですね。ベガ結構ね難しいですけどね。難しいって聞きますよね。難しいですね。まあでも投げに行けるチャンスがあったらもうガンガン投げに行っちゃった方がいいですね。なるほど。あのめくりからね、あのまとわりつきがねめんどくさいですけどね。めくりから、おっ、あーピオリーチだったが、いい飛びでしたが、そうですね、思い切って大キックで。めくり食らってしまう。ピオラずに、ピオラずに死ぬ。あ、あるのか、あるのか、あるのか、あるよこれ。投げにはいかず、食らってしまう。一三勝利で、続いて中島さん、中島さん、ホンダガイルで夢中にやっ夢中になってますさあ、ということはホンダなのかガイルなのか。ホンダじゃないかな。ただホンダ DJ はさあ、これはホンダだ。激ムズですね。さあ、やりに行かないと勝てないカード。さあ、うまい。
ほんと、しかしジャック、でもね、虹側はもうエアスラエアスラで間合いを取って、打ってない時に飛んだらちゃんと落とすと。なるほど。本田側も一生懸命弾避けて避けてガードして垂直で避けて、次打てないどうするのっていう択を迫っていかないと。そうですね、やっぱ近づかないとダメですよね。あのね、弾避けだけでね、もうかなり削られるんでね。そうですね、死ななければいいやぐらいで近づかないといけないってことですよね。本当の本田使うと分かるんですけどね、弾避け本当難しいですよ本田。ジャンプのこうモーションがね、すげえ遅いんで、移動力ですよね。そうですね、たぶん弾超えたと思ってると引っかかるんですよ。なるほど。グッサン勝利で、さあグッサン DJ が 7勝かな、これで8勝目。さあ友座、あれガイル、あれあれあれさあガイル通用するのか、早くも死んだ予告が飛んでますが、友田ガイル溜めは早いはず。DJ ガイルね、いいカードだと思いますよこれ。リュウガイルに匹敵するんじゃねえかぐらいいい試合です。これそうなんすよだと俺は思いますけど。おお、まあね、ここデイドナ式でね、あるイベントでもやりましたからね。そうですね、あった過去のイベントでも。さあ攻めているのは友田ガイル。お、時間がそろそろだが、ちょっとリードしてるけど、あっとこれで逆転、あっとダメージが取れない。おおっと、垂直コキック、渋いなあ。あれで対空対空なんすね渋いっすね。さあ相打ち、あ、グッサンじゃないですよね、クッサンですよね、クッサン、ククッサンですよね。あ、点々ないんすか。点々ないです。あ、ない、あれあんのかな、ごめんなさい、あるんじゃないですか。あ、あるある、ごめんなさい、グッサンですね。クッサンって聞いたことないですよ。ですよね、グッサンですね、DJ ね。失礼しました、僕クッサンだと思ってました。スタブ、さあ一本取り返した。さあスタブね、結構使えるんですよね DJ 戦。スタブでも溜めれないですよね。溜めないですね、ないけどスライディングを潰して、なるほど、あと中パンとも相打ちとかになるのかな、大パンも相打ちですね多分ね。さあ画面味きつい、あーっとスラキャン、さあ投げ、続いてグッサンの DJ がグッサン勝利でハクさんですね。ハクさん失礼しました、 DJ はグッサンでした。グッサン、ハクさんは今日は何をプレイするのかな。ハクさんは、ハクさんいろんなのやってますからね。あ、お、キャミー、今日はストレートでキャミーですね。原点回帰ですかこれ。さあキャミー DJ、さあキャミーがきついがやれるのか。さあフーリガン、ドンピシャでしたね。さあ表からキャノンスパイク、キャノンスパイク入った、あーちょっと早かった。おっ、あーうまいっすね、フーリガンの大きいところが。さあうまい、うわ打ちどころうまいですね。アントミー下手くそっフーリガンうめえのに。さあふんわりキャミーのふんわりジャンプが機能しますね、DJ 戦。弾よけがうまい。そうバット。あー、あれ見えないですね、やっぱめくりなのか、持ってか裏か。あれ、今のは逃げれたのかな、スパコンで逃げたとしても、エアスラーで死んでたかな。さあ、フーリガンとジャックナイフ、噛み合ってみて、逃げたのは DJ。さあ、めくり。さあ、キャノンスパイク、バックジャンプに必ずキャノン当ててきます、ね、最後投げ、続いてさあグッサン勝利で、続いてカワシムさん、あ、俺カワシムザンギエフ、
さあクレジットがなかったが、お幸せそうな黄色いザンギエフ。しかし1試合目はボコボコボコ。さあどうする、しかし離れてしまう。ここからもう一回近づかないといけない。さあどうする、投げた、膝で潰した。最後はエアスラ、はい、続いて直樹さん、直樹さん、あれ、あ、入れなくていいですよ直樹さん。あー残念ながら死んでしまいました。さあ直樹バイソン、直樹バイソン、あ、S バイソンを出したいらしい。あ、出た S 出た、わー言った。バイソンしか使えないんすねってことそうなのかな、あんま見たことないですねサブキャラ使ってるの。さあ S バイソンね強いんですよね。そうですね、ダウンつきますからね。そうなんですよ、もうエアスラ打てないんじゃないかぐらいありますよ。さあこれね、しゃがみライパンでね一方勝ちにならないんじゃないですか、相打ちとかになるんじゃないですかね。でダウンするのは DJ、 うん、有望と相打ち。ただ下段のグランドがないんで、まあ、下はいいんですけど、ただ上でスパイソン何がないのかよくわかんないですけどクレイジーがないことぐらいわかりますよ。おっ、あ、ガードできた、マジか。投げるこっちこっち、なんと S バイソン、S バイソン勝利で、続いてグッズさん。さあ遅れてきたグッズさん、ね、なんと残念ながらガイルでした。これ S バイソン超難しいと思いますよ。スパイさんあんまり使ってる人見たことないですもんね。ソニック打つのすげえ難しいですよ。ダイパンもね相打ち食らっちゃうし、サマーで切っていく。これはガードされた。お、投げる、投げ返す、あるのか。なんとしゃがみ大キック決め打ちでした。あーっと大直径どっちだ、相打ちダブル、当たっている。今当たったけど、あ、なんでピュア。お、なんかおしゃれなの繋ごうとしました、ね。しかしクレジ、大ダンが減りすぎ。死んだのはガイル。本当強くないですか、X より。強いのかな。投げる。ダッシュなんかを投げた。S はやっぱり受け身がないので投げに弱い。あれでもダウンしちゃうんで怖い。弱のストレートがねもうかすっただけでもダウンするんだこの人は強い、強いんですよあれ。ちょっとやらしいですね。あー、ソニックできます。デギアやられましたね。嫌な舞。あー、サマーが刺してしまう。あれ、直樹、スパイスの勝利。
さあ直樹エースバイソンが、さあケンさんですね、ケンさんの竜、さあさすがにエースバイソンで竜はちょっときついかな、きついっすねこれは。さあハード、さあ中足はファイヤー、真空、最後真空、ダッシュストレートだけで四季が壊滅しちゃうって書いてありますね。キャンセルさん、ワン、誰なんでしょう。あっと、痛いのを食らって、大きい攻め、早い垂直ジャンプコマン。しかしここは削り真空で、ケンさんの竜が勝利。勝利、あれあれ、あれなんかあれ、おられます、次の方レジェンドネームが、はい、あ、いらっしゃいましたね。さあ、あの、試合でございます。さあ1周目最終プレイヤーは、いつの間にか来られてましたね。なんとここで登場、まさかのここで登場でした、ね、今日意外とあのスタート人数少なめだったんですけど、そうですね、あっという間になんか気づいたらさあレジェンドプレイヤーの1人、19人ですかね、気づいたら19人。さあなんか可愛らしいお弁当箱のようなものを手下げを持ってますけどはい、ゆうべがさんですね、ゆうべがさん DJ、 さあゆうべがさん登場。さあゆうべがさんの DJ は玉よけがまず激うま、そしてカンコンボもほぼミスらないですね。さあ落ちる、あっとスパコン出したが出てなかった。さあめくり高い、大悟さんから、おっ中昇竜、中かな、さあ真空削り、さあ竜がいい前で、あーしかし着地をスライディング、見てましたね、スライディング先端届きました今、開幕やすら、ちょっと竜巻だと着地に隙がありますからね、あれ通常ジャンプと同じなのかな、いや通常より長いはずですね、硬直は長いですね、ただ今ちょっと歩いてスライディングだったんで、歩かないと多分届いてなかったですね。なるほど、裏から入った拾って、さあ当たらず、もう一回、さあめくりの高め中キック、本当に分かりづらい、さあケンさんのリを倒したのはユーベガさんの DJ、2周目ですかね、はい2周目、2周目最初のプレイヤーは瀬尾さんです、瀬尾ベガ、ベガ、あら、あーベガ DJ、 またしてもこのカード、さあベガのことは知り尽くしているですよね、ですね、さああのジャンプコパン飛びはほんとイラつく投げる、今日は DJ ばっかりなのか、もしかするとあれあの画面端のあのクソムーブ、俺もよくやるんですけど、やっぱ強いですねあれね、なるほど、適正みたいな、垂直コキックとか、ね、強いんですよあれ。さあベガガは結構ね、どっから崩していくのが難しいです。さあ投げでね、荒らしていかないとまず勝ちパターンはないのかな。しかしジャック、さあめくり高め、さあロシタが結局でも裏落ちされるとあれですよね、ナイトメアもないしって話ですよね。そうですね、
手がだいぶ厳しいっすねこれ。お、投げる。しかし時間が、ジャック、さあ中ジャック、ゆうべがさん勝利で、続いて篠本田さん、さあ篠本田さんのさすがに2キャラ目はね、本田かな。さあ来ました本田、2キャラ目も本田。あれ1キャラ目にする本田でしたか。いや、普通に本田でしたね。本田、本田です。そうですね。さあ、ゆうべがさんの DJ 硬いぞ。さあ、やすらの打ち方もうまい。お、本田、うまい。しかしさあ、どっから崩していくのか。おっと、ワンチャンあるよ。後ろから、さあ、抱きついて投げ返す。また離れてしまった。さあ、しかし踏ませる。ワンチャンで殺せられるぞ、本田の。うわ、早い、ヤスラー、ためが早い。さあ、ジャック、さあエアスラで終わるのか。距離を離していくか。このね、 DJ のモーションがね、もうエアスラに見せかけるモーションがね、ほんと似すぎててね。そうですよね飛んじゃうんですよね、あれね。あれはさあ、余計なことはしない。そうですね、エアスラ今日は特別ですね、 DJ こんなに多いのはちょっとエアスラで終了ですね。はい、続いて、ゆうべやさん勝利、続いてクレジンさん。さあ、クレジンさん、なんとかなんとか止めてもらわないと、ゆうべやさん2周目がないですからねこのままではメガが出せないので、誰かが止めていただかないといけない。式 DJ いつもこんなすごいんですかって。いや、こんな多いんですか。あ、こんな多いんですか。そうでもないですよね。この方、なんかよく知ってらっしゃる方なんですけど、 MK スーパーキャンセル1 全く名前からはあれできない。さあ、スラタイクうまいぞ、投げて死ぬ。よくやった。さあ、ゆうべがさんを倒すと、おお、エクスパーさん、いわくゆうべがさんはダルシムと結構やっていると、 DJ ダルシム結構やってるという情報が入りました。なるほどね、ダルシム戦分かっている。さあ、日本が圧倒的ですね。さあ、大パンで相打ち。ああ、はい、そうか、ドリルにも相打ち取れるんだ。あの、高さによりますけどね。なるほど、ゆべがさん勝利。あ、さあ、2本目は固く。まだですね、まだ2本目ですね。失礼しました。3本目。さあ、垂直で避けるとじゃんけんが発生するので、ひたすらガード。さあ、ダルシムはジャックファイヤー、ジャックファイヤー。さあ、今の避けはうまいですね。危ないよ。これはちょっとダルシムが投げるしかないのか。さあ、時間がかなり減って拾っていく。ここはジャックナイフ。あー、スパコン。さあ、ゆうやさん勝利で、続いてエクスパーさん。あー、それでさん、クレジット入れてもらってますね、ありがとうございます。さあ、ゆうべがさんの DJ が4勝、3勝結構連勝しちゃってますね。4勝目かな、5勝、あ、4勝してんの。
さあ、エクスパーさんの竜飛んでいく。さあ、エクスパー竜ね、DJ 戦はまあ、やりおりますよ。荒らしますよね。いや、波動の仕方はだいぶ良くなったんでね。ないんすか。なるほど。ただそのあれですね、アッパーで落とせない時がありますよね。そうですね、間合い間違えるとあれはもう一歩負けするとこあるんでね。さあ読まれている。さあ中盤見てますね。さあめくりはガードを投げ飛んできた。落としていく。これはわからない。今ちょっと出てましたよね、多分。ちょっと遅めのめくりの高めの中キックですね。さあ山本さんの、さあチュンリー。さあゆうべが DJ 対山本チュンリー。さあチュンリー DJ、チュンリーがちょっと有利だと思いますけど、しかしめくりが見えづらいのは変わらない。さあ転生使ってスタポン2回当たる。後半で飛ぶ。さあ気候圏、気候圏で押していかないと DJ は飛んでくれません。DJ をね、飛ばして落とすように戦わないと結構ね、きついですね。 DJ 対空強いんで。さあ飛んでしまうとジャックナイフ。さあ壊しマシンガン投げ。さあこれ出し入れとてもうまい、さすがゆうべがさん。さあ次は41さん。41さん、え、41さん、まんまです、すいません。さあガイルですね、はい、さあガイル DJ。 さあこれはいい勝負の予感。さあまあいいですね、反応早いですよ。さあめくりはガード投げはしょうがない。さあ受け身取って投げ、チュンリーみたいな。中盤漏れたところにスライディング、まあ、投げ読みの投げ返しですかね。垂直大キック出ました。あー、ビヨッター、渋いコンボで全部持ってきましたね。さあ、ゆうべがさんが7勝目。41さんはナッシュの41さん。さあこれナッシュが分かりません。南浦和のビッグワンの、ね、いつも一緒にやってるデンさんです。さあバイソン、デンさんのバイソン。さあユーベガさんの DJ だったらどうだろうな、いけるのかな、いい勝負。投げ、ちょっとでも DJ 戦ってあんまり特殊で慣れてる人少ないですよね。あ、結構難しいですね。 DJ まあちょっと有利だとは思うんですが、あ、でも俺がやると DJ だと負け越しますね。おっ、さあエアスだ、しまった。今スパコンですかね、出なかったのかな。めくり、あのめくりがね、俺やりに行くとね、スカって掴まれちゃうんですよ。バイソンめくるのほんと難しいですね。投げる、エアスラー、エアスラー。さあスライディング、さあ大キックが、あっと確定逃した。あー見ていた。ゆうべさん勝利で、続いてうねさん。うねさんはさあ、ゆうべさん8勝目かな。お、かなりうねさんが、うね、うねがいる、うねがいるさん、うねがいるさんです。
難しいですね。コパコパ、さあスライディング抜けれず、高いか、あー食らっちゃって、スライディング投げる、まだあった、蹴らなかった、まだまだ投げに行く、しかしこれ投げ返されて死んだぞ、ちょっとやりすぎましたね今ね。そうですね、前ジャンプコキックから壊しましんがん、さあエアスラ早いっすね、早いっすよ相当エアスラ、ソニックが押されてますよ、あーうまい、溜めてる、さあめくり、うわーマシンガンコンボめくりだが、あれは表ですかね、続いてさあスローテープさんの、さあ緑色のザンゲスタート、スタートです、さあゆうべが DJ 対スローテープザンゲさあめくりは中キックめくりガード、そうですね1ラウンド目を、さあ台足投げ返す、投げ返す、しかし受け身は取っていた、さあ大パンで落ちなかったが、さあこうなりませず中パン差し返し、うまいですね、あっと危ないよこれ、いった、いろいろな読み合いがあった、ソバットかスパコン読みのね、ダブラリーでしたけど、ダブラリーでしたね、ゆうべがさん中パン押してましたね、さあ表からジャック大キック、さああれ分かりづらいですね、かなり蹴らされた、さあ農業ハメができずに、あっとこれは、俺にはバニシングで、ああ対抗されてしまう、さあゆうべが DJ が千本さん10勝、千本さんだいぶやっあれしますね、さあ千本くん千本フォークほっ、うーんですね、最近ハメの精度かなり上がってきてます、千本、あ、セロさん、そうか、本気出してなかったんだな、たぶんな、そういうことですか、ね、うん、セロさん、本気出したところあんまり、そうね、本気出してないだけなんで、本気出してれば勝ってましたね、ロテープさんも、まあでもさすがにね、レジェンドプレイヤーにはね、ちょっと本気のあの、かけらぐらい見せてもよかったんじゃないですか、そうですね、まあまあ、そこまでではないと思う、木に油を注ぐのが好きですからね、ゆうべさん、さあ、ゆうべが DJ が1本取っているぞ、さあ、フォーク側 DJ 戦難しいですか、繋いでいく、寄ってる、多いと言ってるめくり全部食らって死亡、さあ、11勝目中島さん、さあ、おそらくガイルでしょう、はい、さあ、中島ガイル、これはいい勝負なんではない、ゆうべが DJ、ここで止まるのか、ゆうべが DJ 対中島ガイル、さあ、好勝負のターン、さあ、エアスラ早い、ワンピー側でも早い、お、さすがにワンピー側だとちょっと遅いな、どうなんですかね、あ、今
難しい判断、本当に通じましたね今。スライディングが本当に恐怖でしたね。スタブギリギリの距離まで近づいてますね、スカル距離まで。ライパン、逃げる逃げる、時間さあ一度ね、ああやって画面端にね追い込まれてしまうと辛いですね。結構削られますね体力、早い段階で切り返さないと。あれはどっかでしゃが台決め打ちとかやってダウンさせないとね、前は変わらないです。さあいい足の出し方ですね。さあ投げに行った、投げず投げ返した。さあ逆に投げられて、さあ1本取り返して、さあどうなる、最終ラウンド。さあどっから飛んでいくる、そう投げに行ったのがソニック出ちゃったのかな。さあおお、ジャンプ大ピックから直接サマー、すら読んでましたね今。あれさあソニック食らって、ピヨピヨラズ、あーしまった、勝負強い、さすがゆうべがさん、勝負強いな。続いて友野さん、さあ12連勝、さあそろそろ許していただきたい、そろそろ誰かが止めないと、ゆべさんがメインキャラを使えない。さあこれ友田くんが、さあ青いベガをちゃんといつもの色になりましたねさあ友田ベガ、さあ DJ 戦めんどくさいが投げる投げる、さあ投げに行かず、逆に画面端きついぞ、どうする、これからの投げ抜けるか抜け出せるか、おっおっダブルキー繋がっている、あーゲータ押し言った指形が用紙と、まとわりつかれてる。さあ逃げ出した、さあガードが当たってしまって、画面端にジャックが出ず、さあ踏まれてでシューキック、おっと今のホバー読んでいた、投げる、あー投げだ、さあ指輪が上がっている、ニコニコニコハクさん大ダメガに勝ったと、初めて勝ったっすよ。さあ、ハクくんのハクさんもくしくもベガ、あ、ベガアクベガ、今日ベガ結構多いですね。そうですね、うん、テオくんもベガ使ったですね。さあ、踏んづけて、さあ、トモザベガを倒したユーベガさんはベガ戦はもう得意になってたのかな、克服、逃げたが画面端から逃げたが体力差が結構ある。あー小足からそばっと繋がっている。さあ2回目ジャック追い打ちはいかずめくりを選択、
あー、ユチやらせないがダウン。して川島さん、2キャラ目ですよね、川島さん。そうですね、誰かが止めないと。なるほど、まずい。そろそろ時間もあれなんで、2周目はゆべがさんは。そうっすね、そうっすねでいいんすか。これはどうする、どうしていく。3本目、開幕伸ばしていくが潰す。あ、肘で潰せるんすね、手足も。なるほど、首輪すらで落としたが大事には至らず。お互い打ち合って、お、ちょっと、ちょっと川島さんが押してるか。ヨガファイヤー食らってしまう、抜けれない、飛び落とされた。いや、ここでストップ、ゆべさん連勝ストップで川島ダルシム。続いてグチさんですね。そうっすね、おっと、中足ファイヤーを決めていくが、体力差はだいぶついている。竜巻、竜巻で大ゴス、お、得意のテレポで逃げて、後ろから竜巻投げいったが投げ返してインフェルノ。ダイスラ、ダイスラ2連発、あー長い足が、あー、カシムディ、カワシムダルシム勝利で、続いて直木バイソン。バイソンという裏回ったが、ラスト連続ならず、ピヨってしまう、インフェルノ。さあ、開幕ダッシュがドリル、ごちゃごちゃってなって投げた、グランド、踏んでしまう。ヨガファイヤー踏んでしまう。しかしそう、飛んだら飛んだで空中で落とされる。最後、あーっと、最後インフェルノをリバーサヘッドで抜けたが着地食らってしまった。カワシムダルシム勝利。
はい、続いてケンさんですね。2周目最後のプレイヤーの、ケンさん選ぶのはガイル。ガイル DJ はかなりガイルが厳しいはず。あー、ガイルダルシムですね、失礼いたしました。ガイルダルシムはガイルがかなり厳しいはず。おっと、ピヨット2、3、4、おお、最後はきっちりおしゃれなコンボで決めた。お、ドリルをパンチで落としていく、弱パン連打で落としていく。しかし時間もそろそろ、インフェルノ空中で食らって終わる。さあ最終ラウンド、かなり熱い戦いだ。ガイル・ダルシム、画面端は厳しい。ソニックを打っていくしかないが、飛びを落とされてしまう。ここで2周目最後、さあちょっと勝ち数がごにゃっとしているので今審議しております。少々お待ちください。あ、このまま決勝、なるほど、このまま決勝行くということで、決勝は、ゆうべがさんの、ゆうべがさんの DJ とカーシムさんの、はい、ですね、ゆうべがさんは1区でしか遊んでなくて、しかもあとカーシムもまだ連勝中だったんですけれども、ちょっと時間の方の関係で2人に、ご同意いただきまして、このまま1位と2位で決勝をやってしまおうということで、で 1P2P 入れ替えですね。これはじゃんけんで今ゆうべがさん勝ったので、はいはいはい、でここから3先ですね。まあ、ゆうべがさんからするとさっき川島さんに負けてるので、まあ、リベンジのチャンスといった感じでしょう。なるほど、3先ですね。はい、お願いします。決勝戦開始です。 1P 側、川島さんダルシム、 2P 側、ゆうべがさんの DJ と。おっと抜けていく、裏から回って、わからない、どちらかわからない。ピヨってしまった、表から。お、リカバリーが出てたので復帰はしたが死んでしまった。2本目、1本目、ゆうべがさん DJ 勝利で、続いて2本目、前落ちから投げた、ドアファイヤーで押していく。DJ
ジア画面端、おっとジャックでカーニバルで抜けようとしたがもらってしまった。体力が少ない。あっと着地際落とされる。迂闊に飛べないですよね、やっぱ DJ とはいえ。ダルシムは空中で落とすことができますからね。ヨガファイヤー、ヨガファイヤー、ヨガファイヤー。打ち合いになると DJ がちょっと不利なのか。インフェルノ削っていく。これですね、ソバットカーニバルで抜ける。先ほど予選でやり損なったなるほどジャック空振りからのソバットカーニバルをここで出してきた。さあ見ている、めくりきっちり入れて拾った。だがピヨンでたが途中でピヨンで贅沢コンボ。さあ取り返す。2本目ゆうべがさん、3本目ですね。続いてさあ1-1で迎えた第3試合。抜けていく。はい、ね、はいはい、じゃあゆうべがさんが3立てということで、はいはい、すいません、ヒーローインタビュー一言お願いいたします。おめでとうございます。 ありがとうございます。いや、あの、DJ しか使えなかったんですけど、そうですね、ちょっとまあ最近出がばっかりやってたんで、はい、DJ で結果出せてよかったと思いますね。いただいた、本当いつもありがとうございます。いえ、こちらこそ、ね、わざわざ来ていただいてありがとうございます。また、ちょくちょく通いますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。というわけで本日の、四季の細道、6月22日第80回四季の細道でね、優勝は、ゆうべがさんで DJ でした。ご視聴ありがとうございました。はい、告知があります。告知、告知、完全告知ですね。はい、ですね、はるばる深谷の方から来ていただいた、篠本田さんから告知がありますのでよろしくお願いします。こんばんは、篠本田です。観戦に来ました。明日深谷ロボットの方で、A4 ブランカとタスマニアタイガーマスクザンギエフの、X の10先を行います。でこれ、クスモンドさんが、
大阪の方で関西で、はい、エンパラの方であの10先イベントあの、10カウントってやってるんですけども、ちょっとそのホームページ僕が手伝ってる関係もありまして、ちょっと今回の深谷でやってみようということで、関東初上陸みたいな感じですね。そうですね、あのデカデカとした PV 作っちゃったんですけど、はい、ただタスマニアタイガーはなかなか都内とかあんま当ててこないので。そうですね、知名度は低いんですけど、昔は深谷 F1 時代にいたトラスキさん、はい、EF であり、結構、そちらのお名前で知ってる方も、ま、の方が多いかもしれないですね。なの で結構彼PV でも言ってたんですけど、本当にブランカ戦得意で、ね、ブランカに対して噛みつきに行く。なるほど、噛みつくのはお前だけじゃないぞと。結構その噛みつきに行くってところと、あとはやっぱり10回光らせるとか言ってたんですけど、はい、あれは彼の性格上、あれは多分控えめに言って10回なので。控えめに言って10回、控えめで10回ですね。 10回以上光ったら多分それ10先勝ってますよね。そうなんですよ。もうでやっぱもう多分なんだろう、起きてる時間多分そのことしか考えてない人なんで。この間僕もちょっと深谷お邪魔して見てたんですけど、まあバイソン戦だったんですけど、まあ光ってましたね。そうなんですよ、ね、はい、で多分食欲よりも性欲よりも多分FAB 欲の強いんです。 FAB 欲が人間の四大欲求の一つと言われる。そうですね、もうとにかく光らせると。対する A4 さんはまあ皆さんねご存知おなじみの感じですけど。そうですね、なので A4 君の人対策のスピードも速いと思うんですけれども、はい、まあ、タスマニアタイガーはどんだけそれをかき回して、はい、まあ、わけが分からないうちに殺すとかって言ってたんで。なるほどなるほど、まあ、その辺がいずれともなシーソーゲームになると思うんで、まあ、ぜひ来ていただきたいのと、あとは配信もするんで、現地行けない方は配信で、ですね、配信は何で検索すると引っかかりますかね。配信はですね、はい、何で出てくるかな。深谷、配信どこでやるんですか。僕のなんだっけな、深谷対戦会の、はい、ネギトークダッシュターボっていう。あ、じゃあネギトークダッシュターボで検索すると引っかかりますかね。出てくると思います。まずは深谷対戦会で。でお時間が夜の8時から、8時から明日の夜の8時からですね。配信はそのちょっと前ぐらいから。配信はいや、あ、まあそうですね、一応多分7時半ぐらいから垂れ流しにはなると思うんですけど。なるほど、はい、実際始まるのは8時から、はい、でちょっとまあ何も決めてないんですけれども、メンバーによってハーフカウント5先もちょっとやろうかなと思って。ああ、なんかありましたね。なんか今対戦者募集中みたいな人もなんか見たんですけれども、まず、これ主催クスモンドさんなんで、はい、あんまり僕好き勝手にできないんで、クスさんに相談しながらちょっと進めようかなと思って。でもまあね、盛り上がるといいんで、それそのも本家の方もやってますもんね。そうですね、本家も結構その辺もやってるんで、はい、まあ、ちょっとこんな感じでやっていこうかなと思います。よかったらお越しいただければ。はい、皆さんよかったら現地に足を運んでいただいたり、ね、あと配信見ていただいたりすると、ね、多分裏切らない内容で絶対面白いと思うので、面白いと思います、はい、僕もちょっと残儀使いとしてかなり明日注目してます。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。篠本田さんでした。じゃあ、今日なんか結構な人数来ていただいてたんでちょっと長引いちゃって、途中でゆうべがさんなんか2周しないで DJ だけ使って終わりとかなっちゃったんですけども、まあ第80回四季の細道、ゆうべがさんの DJ の優勝でした。おめでとうございます。じゃあこの後1時間少々ですね、の時代の方お楽しみください。配信は多分このまま流し続けると思います。お疲れ様です。Adore! Adore! 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 Ad
Thank you.
Right.
はい、お疲れ様でした。23時になりましたので、じゃあちょうどこの試合を終了した時に、配信の方、終了したいと思いますので、よろしくお願いいたします。また来週もですね、同じ時間で、同じ内容で配信いたしますので、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ今週の配信は終了したいと思います。長時間お疲れ様でした。失礼いたします。お疲れ様です。